それでは今日の計算基礎学1の授業を始めます。前回は主に計算量を中心にした話をしました。で、計算量の概念とかそれからに説明しまして、それからと符号なしの多倍調整数の加算の計算量の見積もりと行いまして、で、このように付随して符号付き多倍調整数の表現について説明をしました。で、後半では一変数多項式の加算のアルゴリズムを説明しまして、その計算量の見積もりを行いました。で、今日は前回のその一変数多項式の加算の話を受けまして、一変数多項式のフォーナー法について紹介したいと思います。で、特にそのフォーナー法の応用としまして、非負整数の二進十進変換ですとか、それから小数や分数の二進十進変換について説明します。で、まずフォーナー法からなんですけれども、テキストは18ページから入っておりますので、お持ちの人はそちらも見ながら進めてください。で、ここでは扱っているテーマというのは、その多項式の評価と呼ばれるものです。こちらにありますように、AX というのを、この場合は整数係数の X に関する一変数多項式としまして、N 次の多項式としましょう。で、この時に、X0 というある整数値を取ってきて、で、この X に代入するわけですね。それで、AX0 というその多項式に代入した値を求めることを、この多項式 AX をと X イコール XL で評価するというふうに言います。ここに書いてある通りですね。で、多項式の値の評価というのは、こういう問題をここでは考えます。で、多項式の値を評価する、多項式を評価する際に、まずその、よく思いつくその素朴な方法に従って、実際にどのぐらい計算に手間がかかっているかというのをその調べてみましょう。例えばここにありますように、その AX として 5X4 乗プラス 3X3 乗マイナス 2X2 乗プラス 8X マイナス10という多項式を考えまして、で、 X0 を10とします。で、そうしますと、この時にその AX の X に10を代入した値を計算しようというわけですね。で、計算の手間というのは、具体的にはそのこの A の10を計算するのに必要な指則演算の、整数の指則演算の回数のことを指しますけれども、何も考え、あまり考えずにこう素朴にやろうとすると、こういった形で、AX を展開した式に、X に10を代入しますから、例えば 5×10 の4乗プラス 3×10 の3乗というふうにして計算していきますと、その各項ごとにこう10の4乗ですとか10の3乗ですとか10の2乗といったようなその乗算が発生します。で、さらに、例えば、10の4乗の項ですと10の4乗を計算して、最後に5倍するというようなことがなりますので、そうすると、各i次の係数を計算するのに、大体その i 回ずつその乗算を行うことになります。で、そうしますと、例えば今、5次の多項式ですと、この評価するのに必要な乗算の回数というのが、1から4までの和ぐらいの乗算回数のオーダーということなんですけれども、で、A がより一般に N 次の多項式としますと、これは1から N までの和で大体見積もられるわけですね、計算量が。そうしますと、大体、N の2乗のオーダーの計算量になるという評価になります。さて、皆さん多分高校の数学でですね、その常用定理ですとか組み立て除法ということを習ったり聞いたりした人もいるかもしれませんが、実はこの組み立て除法がですね、フォーナー法のもとになっております。で、常用定理について一応復習しておきますと、今、仮にですね、AX を整係数の一変数多項式として、それから、XL を整数としましょう。で、この時に、AX、多項式 AX を一次式 X-XL で割った乗与が、
その AX ですね、AX に X0 を代入して強化した値に等しいというのが剰余定理でした。で、この剰余定理を習ったときに、こうやってその X0 の値を皆さん計算の方法を習った人も多いかと、覚えてる人も多いかと思いますが、忘れてしまった人ってどのぐらいいますか？あ、皆さん大体大丈夫ですかね。じゃあ一応ちょっと確認のためこう計算を追っていきますと、まあ、こちらにありますようにその、まあ、上のこう行にですね、そのまず AX の係数を公次から定次まで順番にこう書いていくわけですね。で次にその値を評価するために代入する、まあ、10という定数をまあこの辺に書いておきます。で最初はこの最高次主係数ですね、主係数の5をまずこの真下に落として書いて、で次にこの5にこちらの評価する値ですね、10をかけた50をこの4次の係数3の下に書くわけですね。でここでは何やるかっていうと、その上の4次の係数3とここで出てきた50を加えて和を取って53を書くと。でこの53にさらにその値を評価する定数10をかけたものを3次の係数マイナス2の下に530と書いて、でその3次の係数マイナス1との和を取るということを繰り返していきまして、で最後そのここに現れた52880という値と、それから定数項のマイナス10を加えた和ですね、この52870というのが実はこの多項式 AX に10を代入した値になるというのが、この多分皆さん習ってたと思うその組み立て情報による、まあ、A の10の計算でした。で、この時はですね、この A の10というのはどのように計算してたかっていうのを、この計算の流れをですね、もう一回再現してみますと、まず、主係数の5を10倍して4次の係数3を加えると。で、それを10倍して3次の係数マイナス2を加えると。それを10倍して2次の係数8を加えると。で、最後にそれを10倍して、定数項マイナス10を引くということで、まあ、A の10という値が出るようになっています。で、実はこの形ですね、これより一般にこの AX、多項式 AX があったときに、これがまあ N 次の多項式だとしましょう。こういう形に、の多項式があったときに、今のその組み立て情報に用いたようなやり方でその A の X0 を計算すると。先ほどのような展開の仕方ですね。まあ主係数に X0 をかけて、次の定次の係数を加えると。でさらに X0 をかけてっていうことを繰り返していくのを、実はこの計算の方法をホーナー法と呼びます。で、このホーナー法は、まあ、欧米で知られるようになったのはその、まあ、19世紀に入ってからのようで、まあ、その時にこの論文を発表した人の名前にちなんでこういう名前がついているんですけれども、東洋では、まあ、より古くから知られていたというそういう記録も残っているようです。ということで一応まあホーナー法のアルゴリズムをここからこのような形で書き下してみました。まあ入力としましては多項式整形数の多項式 AX ですね、それから、まあ、値を評価するための整数 X0 を、まあ、入力に取ります。で出力として、この AX0 ですね、これをまあ、Y と置いていますけれども、これを出力とします。で、手順としましては、先ほどのその計算の仕方をそのまあ繰り返しを使った文でですね、書き下したんですけれども、まず最初にこの出力 Y に主係数 AN を代入しまして、で次のステップでですね、そのこの I を N-1 から0に1ずつこう減少させていきながら、この do 以下の計算を繰り返すわけですけれども、その繰り返しの部分はこの前の段階まで計算されたこの Y という値をx0 倍して、それに i 次の係数 ai を加えると。で、これをその i をどんどん減少させながら0 i が0になるまで繰り返すということになります。で、最後この i が0にまで達して、
この繰り返しが終わったところで、この y の値を出力として返すということで、まあ、このホナホのアルゴリズムになるわけです。